バイオリン競争曲第1番イタンチョウ BWV1041 は、ヨハンゼ・バスティアン・バッハが残した3曲の、バイオリン競争曲のうちの1曲、第2番の補聴調,調に次いでよく演奏される。後に、チェンバロ競争曲第7番とタンチョウ BWV1058 に編曲された。3楽章形式の競争曲。第1楽章は、第2楽章は、アンダンテ、第3楽章は、 アレグロアスイである。アントニオ・ビバルディが確立した競争曲の原理、旧、間、旧に基づいている。ソロバイオリン、弦楽合奏、バッソ・コンティヌを約15分正確には、速度指示はない。主題は、その後幾度か演奏されるが、ソロバイオリンはそれを弾くことはない。16部音符の刻みには、デタッシエ奏法が用いられている。前奏が4小節続き、ソロバイオリンが入る。 アリアのようなメロディーを歌う。表紙は9、8。八部音符一つ一つが重要性を持っている。26小節目からはソロに入る。バイオリン演奏の見せ場もあり、動音を開放弦とベーツ弦で弾きながら、火星を変えてゆく。無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータのパルティータ。第3番補聴調プレリュードにも、同様の奏法があり、バッフ作を確認できる。 現在この異端町と補聴町と二端町の計算局が残されている。実際はこの倍以上あっただろうと言われている。この一連の競争局は1717 17年から1723年の経典に滞在していた間に作曲された。大体1720年代に一挙に作曲されたものと思われる。ありがとうございます。